ノリノリじゃないですか、ね、久しぶりの撮影になりますね。今日は12月といえば何でしょう。クリスマス。そうですね。なので、クリスマスに向けてですね、サンタさんにお手紙を書いてもらおうと思います。イエーイ、ね、何ねプレゼント欲しいとかあると思うんで、それをね書いてもらってサンタさんにお手紙届けようと思いますよ。はい。じゃあ早速ですね、このクレーパースとスケッチブック使ってお手紙書いていってもらいましょう。はい。そうだね、まず何が欲しいかかな、何が欲しいか書いてね、お願いしますって書いて、で最後になんかちょっと可愛い絵か何かね書くとね、サンタさんの目にも留まりやすいと思いますよ。はい。サンタさんってちなみにどんな声だと思う？なんか優しい人で、それってなんか、よっみんな、僕サンタだよ。違う、そんな感じじゃない。僕サンタ。違う。おっ、オラサンタ。全然違う。あ、いいね。今後ともよろしくお願いします。そんなこと。いやいや、そんな今度もよろしく。いやいやいや、これからもよろしくお願いしますって言っちゃう。毎年お願いするからね。そうだよね、それは大事だよ。あーひふうけほー、俺様サンタ。サンタさんっていうかブラックサンタ。あ、ブラックサンタだね。そうだね。ね、ブラックサンタって本当にいるんだよね。どこだったかな、真っ黒でさ、なんか生ハゲみたいになって、悪い子いると棒でぶっ叩くっていう、いるらしいですよ。そうだね、サンタさんの名字なんだろう、考えたこともなかった。サンタが名前でクロースが名字じゃないじゃん。クロース、うん、んクロー、サンタクロースだから。違うか、サンタさん、うん、あ、うん、まあ名前でいいんじゃない、サンタさん、サンタクロース、うん、だとフルネームだからね、いいんじゃないの、サンタさん、で、だいぶね進んできましたね。お、絵も順調に描けてますね。はい、描けました、描けました。はい、じゃあね早速見ていってみましょうかね。お、おう、うん、はい、いいよ、うん、だーん、お、いいですね。サンタさんへスイッチの赤と青をください。あ、あのね、普通の通常のカラーのやつですね、うん、で、ちょっと手を見せてね。これからもよろしくお願いします。青いよりすごいね。もらう感じがすごいですね。でもサンタさんね、うん、なかなかいいんじゃないですか。トナカイがいて、サンタさんがいて、プレゼントね、いっぱい入れてますね、ソリに。他の子のやつもいっぱいあります、うん、そうだね。じゃあみんなのところにも行くといいですね。5個あるので、うんうん、4個違う子のやつです。うんうんうん、いやね、これをね、パパがサンタさんのところにお手紙を書いてあげると思うなよ。え、何言ってんだ、ただじゃあげないんだよ、ただじゃ私はお手紙をサンタさんに渡したりしないよ。これで勝負だ。よっしゃー。手洗い、うがい、マスク着用、映らない、映さない、絶対コロナに負けないぞ。見るがよい、完璧な俺様。ではではね、こちら、ででん、ダースベイダー危機一髪。これで葵ちゃんと
るさい。しょうがない。勝負しますよ。じゃあどうする？飛ばした人が勝ちかな？うん。うん、わかりました。じゃあ飛ばした人が勝ちです。じゃんけんぽい。はい、これでしょ。やりました。じゃあパパからいきますよ。一歩目。おお。先に漏らした、ね。ライトセーバーの音がしますね。続いてやめ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 て、うん、やったー、当たったぜ。やったところはここですね。ああ、そこですか。ただそれで俺が納得すると思うなよ。なんだよお前。お前っていうな。次の勝負はこれだ。でーん、葵が大嫌い。ガオガオね、一回ちょっとやってみようよ。やだね、せっかくだから開けてみましょう。すごい。ね、ちょっと青ちゃん怖いんで、ここにセットしよっかじゃあね。ここね、このセットしていきましょう。そうすれば襲いかかんないでね。じゃあルールとしてはね、このカードをね引いていきますよね。それで引いたカードの指示に従って骨を取っていって、失敗した方が負けです。じゃあ青ちゃんから先でいいよ。青ちゃん先でいいよ。何それ、ちょっと見して。え、あ、書いたんだね。か、見して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 。はい、4回休み。うん、休み。じゃ見してよ。だから4回休みっていうカードを作ってますね。じゃあパパが残り4回やります。見ててね、見ててね。まずは白を一本、お、取れましたね。で、4回だからあとパパが4回やるのね。黄色を3本、おお、何、あ、大丈夫。うん、うん、やってよ。じゃあもう、すごいね。でもこれもう一回、もう一回、もう一回、もう一回やろうよ。もう一回やろう。はい、ということでね、今日はミニゲームしながらね、まあ、結果はパパの2敗ということなので、素直にねお手紙出したいと思います。ただね、お手紙出してもいい子じゃないと、あの、スイッチもらえませんのでね、プレゼントもらえる日までいい子に言うことを聞いて日々生活してもらえると、パパもママもすごく助かりますよね。見てるね、みんなもね、いい子にしてるときっといいことあるんじゃないかなと思いますね。それでは皆さん、いいクリスマスを迎えてください。さよなら。待ってください。なんすか。みんなパパとママのことを好きになってね。素敵。ありがとう。最後まで見てくれてありがとう。